井上俊男は日本の実業家。西洋電気株式会社の創業者。松下電気器具製作所の創業メンバーで元専務取締役。兵庫県津南村に井上聖太郎の長男として生まれる。聖火は代々自作能でかなり裕福だったが、父聖太郎は百姓を嫌い、船に乗っていた。清光丸という戦国戦を持ち大阪、九州。 朝鮮あたりまで出かけて自家貿易をしていた。13歳の時、清太郎が急死し、後を継いで、おじの船で船乗りになったものの、石灰岩を積んで大阪港から安治川を登って、西九条の石灰工場のもとに着いた際に、乗っていたおじの船が東京倉庫の爆発に巻き込まれて炎上沈没。年男らは裏へ、命からがら逃げ帰る。死者43人。 負傷者三百余人という大阪市の歴史に残る大惨事であった。そんな時、孔之助にとついでいた姉の梅のから手紙が届き、創業したばかりの松下電気製作所で働くこととなる。1917年のことである。松下入社後の年男はまず職工として働き、ついで1920年に東京への市場拡大の使命を帯び、 駐在院として単身東京に向かった。しかし3年後の1923年に関東大震災に遭遇し、北陸周りで大阪に一時帰ってくるが、帰って一息ついた10日後に再び東京へ引き返した。途中の平気期間を除いて1932年頃まで、たびたび東京に赴いたり、事業拡大への参画、またその頃病気がちだった。義兄 高野助の代理で松下を預かったりした。角前天後の1933年には役員待遇2年後の1935年の株式会社会措置には専務取締役となった。戦時体制の1943年には船に精通していることもあり、海軍の要請で設立された松下造船の社長に就任し、木造船建造の指揮を取った。 高松の宮信人新王隣席の下で行われた第一線の浸水式の際、トラブルで仙台から船が滑り降りなくなった原因を調べるため、寒風が吹く中、年男が冷たい海へ裸で飛び込み、海中に敷いてあるレールの継ぎ目のずれを直したというエピソードもある。1946年、松下電機に対する戦後の GHQ からの公職追放令を受け、 松下幸之助をかばう形で30年間勤めた松下電機を知り添く。翌1947年43歳の時森口氏に採用電気製作所を設立し社長に就任する。幸之助からは花向けとして兵庫県火災群北条町にある北条工場と自転車用発電ランプ、ナショナル発電ランプの製造権を譲られた。 完成したばかりの工場を失火で消失するなどのアクシデントを乗り越え、1949年には発電ランプの国内シェア6割達成に成功した。また、ラジオのキャビネットを木製からプラスチックに置き換え、コストダウンを図ったり、後に3種の人技の一角になる洗濯機に着目し、これまた国内市場シェアのトップに持っていった。1958年には、 従前は、興味があまりなかった労働組合結成を許可したが、これが裏目に出て、1961年まで続く、大葬儀に発展した。葬儀収束後から、テレビ等をアメリカに売り込み始めた。1963年には、自身の温度取りで淡路フェリーボートを就航させ、ついで同じ淡路島出身の原健三郎らと共に、本市家境の実現運動を始めた。 1968年1月、社長の座をすぐ下の弟、サチに譲って会長に就任し、1969年7月16日に死去した。旧ジェームス邸持ち合わか1946年、井上がジェームス山の偉人館、ジェームス邸を所有していた関係から、没後ジェームス山山頂に遺影記念館が建てられた。 山陽電機の歴史とジェームス山の歴史が紹介されている。ロビーには山陽電機の社員で工業デザイナーの彫刻家、富永直樹製作の伊江都市男像が設置されている。1962年には伊江自身が校長を務め、関西企業の実業家が集まり、社長学、経営学を学び情報を交換し合う伊江学校が生まれた。2ヶ月に1回開かれ、 経営に対する考え方人生哲学を披露するのが目的。そのメンバーには石橋忍、中内、佐治慶造、山田稔、森下康氏などがいる。宝塚市にある井上山荘は元は1914年に藤田伝三郎男尺の三男彦三郎によって建てられた宝塚山荘である。 1917年には、奈良市の白号自他ートを買い取って、ここに移築している。1949年、伊上が藤武からこの別荘を譲り受け、名称を、伊上三荘と改め別宅とした。李平鉄に協力して、サムスン電子の創立に関わっている。姉、梅野は、パナソニック創業者の松下幸之助の妻。採用電機社長。 会長を歴任した井上幸、井上幸を、井植薫は弟。山陽電機元会長兼 CEO の井植里氏は、長男。次男の井上佐田は、井上家の資産管理会社である塩谷土地社長。山陽電機元社長を経て、リクシルグループ及びリクシルの副社長を務めた井上利正は孫。松下電機副社長、技術最高顧問の中尾哲次郎は、妹安子の夫。 ありがとうございます。